以前はスポーティーかスポーツカーというと、まあ全てを固める方向でやっていたんですけども、その辺が今固めれば何でもかんでも固めればスポーティーということではないということが分かってきました。そうですね、この車は19インチのタイヤとホイールが組んでるんですが、まあ乗ってみていただいて分かる通り、とても19インチの3号タイヤがついているとは思えない乗り心地になっていると思います。で、決してダンパーやスプリングが柔らかいということではないんですけども、まあ、車全体として、乗り心地と走るのバランスをとっているということです。で、ヨーロッパの道で厳しいというのは、まあ、速度が高いということが一つ、それから日本のようには道路が整備されていないということがもう一つありますね。強靭でしなやかな走りを、運転が上手くなる車を、これからも提供していきたいと思っています。